はい、速稼塾の久保でございます。もう FX もね、そろそろ5年目になるんですけども、5年もやってるとね、まあ大体勝てるようになります。ただ5年間毎日やってますんでね、毎日放送もしております。1日1回の放送にとどまらず、まあ特別編で3回4回やることもあるんですけども、その他にですね、やっぱりこう限定公開でやってるのもあるんですよね。この限定公開の FX っていうのは結構勝率も高くなるということで、ご好評いただいてるんですけども、まあ残念ながらね、残念ながらというか、なんというか、視聴者数はそんなに多くないんですよ。まあこれが FX に対する取り組みを如実に表してるんじゃないかなと思います。最初の頃はね、やっぱりね、私の FX でも700、800人の方が見てくださったんですよ。で、今その10分の1ぐらいなんですよね。きっとその10分の1の方っていうのは、何らかの形で学びがある、もしくは、利益が出ているから続いてるんだと思います。利益が出てなかったら続いてないことが多いんですよね。でも本来は利益が出てないから続けないと利益が出るフェーズまでいきませんから、やっぱり頑張っていかないといけないのかなと思います。と前置きを長くしたところで、今日もね、相場解説の方していきますね。はい、月曜日なんでね、また一から見ることになりますけども、これがウィークリーですね。やっぱり週が変わったら週足を見なければなりません。ということで、この作業もずっとやってますけども、ここに丸をつけてね、こう丸をつけて、ここはもう丸が突き破られたところです。じゃあ横線引いてみますよ。こうですかね。まあですんで、レジサポ転換が起きたのが、ここだということですね。で、移動平均線は、ぐわーっとね、開きつつ、右肩下がり。で、チャンネルラインもここですよね。もうだから、完全な売りトレンド、プラス、もうフェーズがですね、この上半分から下半分に推移してきたってことなんですよ。大筋で捉えるのは以上です。次、日足です。日足はチャンネルラインを引くとこういう風になってますよね。ということはね、今引いた線で反転するっていうことなんですよ。ずれちゃったかな。で、こういった線が引けるようにならないと、まあ、勝率は上がらないですね。まあ、ですので、チャンネルラインを引いていくことを癖にしましょう。次、4時間です。まあ、売りに入る中でも、ちょっと横ばいに入ったかなって感じですよね。横ばい、これ。こんな感じですよね。うん。で、大きく見ても、こうなんですけども、三角形みたいな感じですかね。まあ、だから横ばいに入ってるんで、まあ、全体的な、相場の流れは売りなんでね、売りで入ってもいいんですけども、まあ、勝ちきるにはちょっと時間かかるかなと思いますよ。1時間見てみましょうか。で、横ばいというか、ちょっと今瞬間的に上上がってるでしょ。ですんで、5分とか1分でやってる方は、こういう時はね、全体の流れ売りでも、買いで取れている瞬間なんですよね。ここも同じです。買いで取れている瞬間なんですよ。でも大きな流れは、売りの方に向かってますんで、時間をかければかけるほど売りが利益を出す可能性が高くなるということですよね。ということで、いかがだったでしょうか。これからね、何をすればいいかってことなんですけども、12月もね、もう2週目に入ってしまいましたんで、売りで取っていく戦略を取ろうと思うんですよ。ただ今日はまだ買いの方向に行ってるか、それとも横ばいになる可能性が高いんで、今日はね、エントリーができないかもしれませんけども、まあ取るときは売りで取るかなってことですよね。今年いっぱいはもうとにかく売りで取れるときを狙っていきましょう。買いで取れるときっていうのは、だからワンテンポ遅れるようになりますけどもね、まあそれは売り戦略なんでしょうがないかなというところでございます。で、以上です。